津山口駅は、岡山県津山市津山口にある、西日本旅客鉄道津山線の駅である。岡山県北部の中心地である旧津山町の玄関口として、津山町から吉川を挟んだスケ両山村内に、津山駅として開業した。しかし1923年、福岡村内で、より利便性の高い場所に、現在の津山駅が開業すると、 それに先立って、当駅は津山口駅に改称され、津山町の玄関口としての機能は、現在の津山駅に移っていった。1944年に中国鉄道が国有化されるまでは、当駅が中国鉄道と国有鉄道作備え線との境界駅であった。校内津山方面に向かって、左側に単式ホーム一名一線を持つ地上駅。 防線駅のため、津山駅と岡山駅の双方が、同一ホームより発車する。かつては、津山線の前身である、中国鉄道が開通した時のターミナル駅であり、二面三線のホームを有していたため構内は広い。古いホームは一部残っている。津山駅管理の無人駅。駅舎は、待合室兼用の簡易なものであり、直接ホームに入る形になっている。 自動券売機等の設備はない。1日の平均乗車人員は以下の通りである。住宅地が広がる。駅前にはロータリーがある。ありがとうございます。